やっと準備ができたわね。天使もクリスマスの時だけは大変よね。でも私クリスマスの準備って好きよ。楽しいもの。もうすぐお姫様天使がいらっしゃるはずよ。そうね、毎年みんなより少し早くいらっしゃるものね。そろそろ門のところでお待ちしていましょうか。え、大変だ。お兄ちゃんどうしたの？お姫様天使のお父様が倒れたので、今日はお姫様天使が来られなくなったって。そんな、お姫様天使が来られないなんて。それで、お姫様天使のお父様は大丈夫なの？お父様の具合はそんなに心配するほどじゃないって話だけど、でもお姫様天使はご心配されていて、今日はお父様のそばについているそうなんだ。そっか。ああ、みんながっかりするわね。そうね、みんなお姫様天使を見たくて来てるのに。学校のみんなもお姫様天使のことすごく楽しみにしていたのに。仕方ないけど、どうにかならないものかしら。諦めろよルル、お姫様天使の代わりに誰か他の人なんて無理なんだから。そうね、あんな美しい人いないものね。私たちだけでどうにか頑張りましょう。ええ。今日は三日月の夜だけど、あの人は来ないわよね。クリスマスだものね。きっとお城でクリスマスパーティーをやっているのね。そんなこと分かっているのに。バカなスージー。クリスマスなんて謎怪人の私には縁がないわ。おらおらおら。さあ帰りましょう。寒いしデイジーも心配しているわ。こじこじ、こんばんは。お出かけ？うん、教会のクリスマス会に行くところだよ。そう、気をつけてね。行ってらっしゃい。え、スージーは？一緒に行こうよ。だって、私は謎怪人ですもの。教会になんて行けないわ。神聖な場所が汚れてしまうから。スージーが行けなくて、なんでこじこじが行けるの？みんな行けるんだよ。スージーも行けるよ。どうしよう、クリスマスか。私なんかが行ってもいいのかしら。ねえ、行こうよ。じゃあちょっとだけ行ってみようかしら。うん、行こう行こう行こう。ちょっとだけなら神様も許してくれるかも。みんなが来る頃ね。そうね。ルル、もうお姫様天使のことは諦めろよ。仕方ないだろう。うん、そうね。はーい。あ、はーい。あ、こじこじだ。うんうん、聖人も連れてきたよ。こんばんは。こんばんは。綺麗な人ね。この国にあんな人いたかしら。私も見たことないわ。他の国から来たのかもしれないわね。スージーさん。ね、ちょっとスージーさんにお姫様天使の代理をやっていただいたらどうかしら。私がお姫様天使の代理ですって？ダメよ、絶対ダメ。私なんてそんなことしたら罰が当たるわ。お願いします、スージーさんならきっと大丈夫。そうね。ええ、スージー大丈夫だってさ。やんなよ。こじこじ、ダメよそんなの。みんなにメリークリスマスって言ってくれるだけでいいんです。それを言ってくださる人がいなくては困るんです。でも私
謎怪人の私がお姫様天使の代理なんて。皆さん、クリスマス会も竹縄となってまいりましたが、さてここで残念なご報告があります。今年はお姫様天使が休養でどうしてもいらっしゃることができなくなってしまいました。お姫様天使が来ないなんて、もう帰ろうかな。うわ、わかるな、その気持ち。ごらんよ、ゆかんくんがさめざめと冷えていくよ。期待してたんだな、彼も。皆さん、がっかりするのはちょっと待ってください。今日はお姫様天使の代わりに素晴らしい代理の方が来てくださいました。代理か、あんまり期待できないな。ああ、あのお姫様天使に代わる人なんていないさ。ひどいブスってこともないと思うけど、所詮代理じゃな。ああ、ひどくはないけど、まそこそこって感じだろうな、きっと。それでは今から代理のスージーさんをお呼びします。皆さんも拍手でお迎えください。スージーさん、どうぞ。メリークリスマス、皆さん、今日はようこそ。どうぞごゆっくりと教会のクリスマスパーティーをお楽しみくださいね。